さんこんにちは、シナです。じゃあほういらっしゃいませ、いらっしゃいませ。お盆の特別企画へようこそ、いらっしゃいませ。はい。いやーもう今日はね、何見るかって、もうわかるよね、わかるよね。はい、ジナの大好きな尾崎紀世彦さんのサマーラブ、そうちょっと見ていきたいと思います。だってもうね、今夏だしね。そうということで、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。ああ準備できてない。はい。ね、今ちょっとね、ちらっと見てたんだけど、MC の方がね、浴衣着てるんだよね。そうだよね、だよね。そう、ジナも持ってたんだけど、おそらく今ね、ジナが浴衣着たら死ぬ。はい。だから、すいません。でも、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。それでも、はい。行くよ。OK、皆さん、いいですか、いいですか。行くよ。せーので。早速今日はですね、素晴らしい衣装でみんな登場しますから行ってみたいと思います。この方おかしい、浴衣にこのまんまのヒゲがついてる。そう、多分久々に浴衣着たんじゃないかと思います。この人です、どうぞ。ビートルズに夢中だったんです。菊池桃子さん。いや皆さんいかがですか。ご覧ください。圧巻でしょ。ね。もうキャバレーハリウッドの納涼浴衣祭り。生放送ですよ今日は。もうそれぞれが個性豊か。本当だけどね。みんな何かね、普通の可愛い素材にいる感になっちゃったもんね。あ、それありますね。そういう感じ。可愛いわ本当。それからあのお隣、ルーカさんのお隣でございますけどもね、またまたやってくれます夏男でございます。尾崎紀世彦さん。いやいや、似合うわね。でも似合う。髭とか長髪に意外に浴衣って似合うもんですね。そうですか。うん、あまり着ない。いや、意外とよく着るんですよ、祭りの時なんか。帰りは必ず浴衣で帰って。結構着こなしておりますね。そういうわけです。はい、さあ、お、また着替えてきました。浴衣を着替えて、すっかり今日より涼しそうなやつに着替えてまいりましたね。夏してます。これの方が似合う。しんがりですけど、あのこういうですね、薄手の浴衣着てる尾崎さん、でもその中身結構体鍛えてますから、ガタイすごいんですよ尾崎さんって。 そうなんですか。はい。そんなにあのごつく見えませんけど、すごいあれでしょう、トレーニングやってるでしょう。いや最近やってないんで、ちょっとあのバイクにまた乗りたいんですね。バイク、ええ、なんかあとサーフィンもやってる。ええ、気持ち今年はやろうかなと思って。ウェイトトレーニングなんかどうですか。まず最初腕立て伏せは20回ぐらいを1セットでやっていかないと、いきなりやっちゃうと破裂しちゃいますから。夏場やっぱりあって体鍛えてないと。腹筋500回。腹筋500回目標。目標ワンセット。目標腹筋500回ワンセットで。ええ、すごい。そうするとああいう声が出てくるんでしょうかね。はあ、毎日がフォルテシモと言われるあのぐわーっとすごいやつが。最近腹出てきちゃって。ダメ。腹ちょっと出てきちゃった。ちょっと出てきちゃった。言ってること矛盾してるんですけど、浴衣に、はい、あのぴったりでございます。マイクがないんです。スタンバっていただきましょうか。はい、大丈夫です。はい、こちらにいらしてください。向こうにあります。尾崎さんが今日浴衣で通すとは思いませんでしたね。で、意外とあのヒゲでも大丈夫だってのが分かりました。ミスマッチ感覚ですよ。なるほど。あれで縛った方がいいかもしれないですけどね。はい、行ってみましょうか。はい、サマーラブ。Oh!
ミニ心臓放送からちょっと回復します。はい、ストップ。あー、めっちゃかっこよかった。これ最強すぎない？皆さん、ちょっと待って、熱い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 、倒れそう、ジーナ倒れそう、やばいやばいやばい、あーやば。大崎清彦さんが浴衣着てるところ今日初めて見た。いつもスーツで見てるからさ、まあ、スーツか、あの前みたいな雷様でのね、なんかあのハワイアン T シャツみたいなのが着てたのはあったけど、浴衣は初めてやし、めっちゃ似合う。で、それよりこの曲がやばい。いいなこれ。いや、逃げないから大丈夫大丈夫。うわー、これ皆さんさ、あのこの曲さ、自分に対して歌ってくれたらどうしますどうします？ジナは多分その場でポンって倒れると思うで。はい、だって自分に言ってる。わかるわかる、その意味。そう、あーマジでマジで毎回さ、もうお先清彦さん見るときに毎回言うんだけど、マジで生まれるのが遅すぎたんだよ。なんなんだこれ、ほんまにもうあれだよね、蝶さんみたいにもうダメだこりゃってもう言いたい、もうほんまに最高。いいなー、これいいなー。皆さん誰か教えてくれ、今今2022年でこれほどかっこいい男どこにいるんですか、教えてくださいマジで。ああはい、めっちゃ良かった。本当に皆さんおすすめしてくれてありがとうございます。最強も、はい、もう黙ります。はい。では、お盆の特別企画へ、はい、ようこそいらっしゃいませ。ということで、ありがとうございます。で、まあ、とりあえず頑張って、このね、お盆休み期間中に、ジナもね、ちょっと、コンテンツ毎日アップできるように頑張っていきますので、ぜひ遊びに来てください。で、まだご覧になってない方、ジナのサブチャンネルで、はい、こちらね、昨日ナッシャー、そうナッシャーとコラボ動画アップしましたので、よかったら見に行ってください。ほんまにめっちゃよかった、あのミニ食レポやりました。はい、ぜひそちらでも遊びに行ってくださいね。そっちも登録ポチッと押してくださいね。お待ちしてます。ではジナはジナはもうちょっと、はい、もう一回これちょっと見直したいと思いますので、バイバイ。またね、皆さん、また明日お待ちしてます。そう、明日は、生配信もやるからね、遊びに来てください。8時半より開始します。はい。ではまたね、皆さん。バイバーイ。